ルパート・エベレットはイギリス出身の俳優である。父親は政治家、母親はスコットランド貴族の出という上流階級に生まれる。ドナルド・マクリーンは王子にあたる。英語の他にイタリア語とフランス語を話し、ピアノも弾く。ヨークシャーの私立学校で学んでいたが、俳優になるために15歳で中退して、ロンドンに移る。 その当時は生計を立てるために男性として働いたこともあると後に語っている。その後セントラルスクールオブ、スピーチドラマで演技を学ぶが大学になり、グラスゴーの劇場で働くようになる。1982年にアナザーガントリーの舞台版でデビュー。後に映画版にも出演した。また歌手としてアルバムを出すなど活躍。1989年に パリに移り、半自上伝的小説、あわれ、ダーリンは、小和と、を執筆、ゲイであることを、カミングアウトした。しかしカミングアウトのために一時期仕事がなくなってしまう。1995年には2作目の小説ザ、ヘアドレッサーズ・オブ・ストリート・トロペを発表。1997年、ベストフレンズ・ウェディングで、ジュリア・ロバーツの親友を演じ、歌声も披露して、 再び注目されるようになる。1999年にはプライベートでも友人であるマドンナの2番目に幸せなことに出演。マドンナがドンマクリーンのアメリカンパイをカバーした主題歌ではバックコーラスとして歌っている。2006年にはジデンレッドカーペッツアザーバナナスキンズを発表している。ありがとうございます。